世界中の地震の、なんとおよそ10分の1の地震が、日本列島の周辺で起こっています。どうして地震が多いのでしょうか。地球の内部では、深部の熱を地表面まで運び、地球を冷却させるために、1年間に数センチという非常にゆっくりとした速度の対流が発生しています。 水色の太平洋プレートやピンク色のフィリピン海プレートも、この大流運動の一翼を担って、毎年数センチの速度で移動して、日本海溝や南海トラフから日本列島の下に斜めに沈み込んでいきます。黄緑色の点がたくさん見えますね。これは浅い地震を示しています。 日本列島を載せている陸のプレートは、東側から太平洋プレートに、南側からフィリピン海プレートに押されています。両方向から押されることで、日本列島の近くにストレスが加わり、それを解放するため、浅い地震がたくさん起こるのです。 太平洋プレートが日本列島の下に沈み込んでいますが、この太平洋プレートの沈み込みに伴って生じる地震は、水色の点で表されています。オレンジ色の点は、フィリピン海プレートの沈み込みに伴って発生する地震を表しています。このように、 地表付近では様々な場所でたくさんの地震が起こっていますが地球内部の深いところでは限られた場所でしか地震がありませんまた600キロメートルよりも深くなるとほとんど地震は起こらなくなります